ミズノのゼログライドグリップソックスのレビューをしていきます。定価が1980円で、僕が27センチなんで、サイズは25から27センチのタイプをね、買ってます。触った感じとしてはタビオよりもちょっとだけ分厚くて大きい感じがあって、柔らかい生地の質感があります。タビオとアクティバイタルの間ぐらいのね、分厚さかなっていう感じがあります。履くところは5倍速しようかと思ったんですけど、ちょっとリアルなね、履いてる時間を見ていただきたくて通常速でやってます。思ったのは、生地はアクティバイタルやタビオに比べて柔らかい感じがあるんですけど、指のところがストレートな感じで、ちょっと指が動かしにくくて入れにくいなっていうのをめっちゃ感じてます。まあ、初めて履くからっていうのもありますけど、タビオとかアクティバイタルの方が初めての時は履きやすかったなと思います。タビオやアクティバイタルはここまでね、入れにくくはなかったように思います。指んとこ適当に履くと結構履いてる時違和感あるんで、しっくりくるまでね、時間かかりました。まあでもこんなん慣れですよね。足裏はもちろんなんですけど、インステップとかかとのところにもね、グリップがついてます。やっぱり生地の分厚さとしてはタビオとアクティバイタルの中間ぐらいで、生地がね、めっちゃ柔らかくて気持ちいいんですよ。足指のさっきの入れにくさのうざさっていうのはもうこの時点でなくなってて、ただ履き心地がめっちゃいいっていう感想ですね。さっきのちょい走りとかこのリフティングとかでグリップを感じるっていう場面は特にはないんですけど、タビオやアクティバイタル初めて履いた時より履き心地がね、やっぱめっちゃ気持ちいいっていう感じですね。アクティバイタルを初めて履いたらちょっと硬いって思う人もいるかもしれないんですけど、そういう違和感とかね、グリップが痛いとかいうのもなくて、ちょっとまあ普通のサッカーソックスよりは分厚くて肌触り気持ちいいソックスっていう感じです。これリフティング思いのほか続いたんで長かったんですけどね、そのまま上げてます。懐かしい先輩がね、いますよね。よっしゃー、これ続いた。続いてロングキック、今更なんですけどね、ベイパー15履いてます。ここでめっちゃ思ったんですけど、インステップのところのグリップがめっちゃ良くて、それによってシューズとね、一体感があって、インステップの上ってちょっとずれたり浮いたりすると思うんですけど、それがなくてね、シューズとの一体感がめっちゃアップしてる感じがあります。足裏のグリップに関してはタビオよりはちょっと柔らかいグリップ感かなというふうに思います。グリップはそこまで強くないかもしれないですけど、履き心地がめっちゃいいんで、僕はね、かなり気に入ってます。足裏のグリップはタビオとかアクティバイタルの方が強そうで、タビオとかアクティバイタルは足裏ね、痛いまではいかないですけど、こうグリップをグリって感じる場面もあったりするんですけど、このミズノのゼログライドソックスはグリップが痛いとかね、きつすぎるとかいうのは全然なかったですけど、まあ、しっかり効いてると思います。めっちゃ細かいこと言うと、指の生地の部分がちょっとでかいんで、その柔らかい生地がちょっと余ってそこに意識いくかなっていうのはあります。ただね、やっぱ総合してゼログライドもめっちゃいいなってなりました。インステップとかかとのところのグリップでシューズとの一体感が強まるっていうのはタビオやアクティバイタルにはない部分やなと思ったんで、皆さんもね、ぜひ試してみてください。チャンネル登録、コメントありがとうございます。